秘宝。清水神経権田修一に指針エマの発言は報告します。山口線の雷雨中断時に抗議。清水エスパルス所属 GK 権田修一は今月16日、明治安田生命 J2 リーグ第10節のレノファ山口戦でフル出場。無失点に抑えてチームの勝利に貢献した一方、雷雨による試合中断直後における審判団とのやり取りが話題を呼んでいる。2度目の中断では、清水がチャンスを迎えるかという場面で主審がホイッスル中断のタイミングに不満を抱いたのか権田が主審に詰め寄る。その際同選手の主審に対する発言内容は聞き取れないものの、主審の権田さん今の発言は報告しますという言葉が打つん中継の集音マイクに拾われている。キーパーって頭おかしくないとできないポジションだからな。またゴンタ。やっぱ J リーグってクソだわ。昔味方選手の胸ぐら掴んでた気がする。ゴンちゃん弁が立つからな。プロ野球みたいに審判への侮辱行為は一発退場でいいじゃん。クズはクズの顔してるじいちゃんが言ってた。主審もめめしいワードで先生に言うみたいで大きく精一発キムチでいいんだよ。実際変なタイミングで笛吹いたのは主審だろ。試合が切れてから吹けよ。試合よりも身の安全優先してるからの中断なのに何言ってんだお前。選手の安全の方が大事だと思うが。態度や言動でたびたび危機になるから分にもあるようにまたかと思うようになった。ゴンダは無駄に意識高いからな。こいつチームで浮いてそう。テレビタレントでもやってろ J2 の雑魚が。ゴンダってテレビの特集でやってたけど自分が失敗した場面のことずっと覚えてるみたいで、ゴールキーパーの中ではかなり珍しいタイプ。審判に期待した僕がバカでした。